こんばんは、平井博明です。100切りのやり方教えます。これ良くないですか。どうやったら100切りが出るかできるかのやり方を知りたいですよね。これって100切りって結局コースで行うことなんで動きじゃないんですよ。球筋というかどういう球を打ってれば100が切れるかっていうことを説明させていただきます。平井博明のワンナップゴルフ。スコアライン2本目で打つんですよ。ボールの赤道をスコアライン2本目で、要はわざとハーフトップを打ちます。こう、もう一回、わざとハーフトップを打ちます。スコアライン2本目ですよ。下からおっと、この線です。この横線、横線の下から2本目、そう、そこでボールの赤道を打つ。それやると100切る。全然切れちゃう。ただ言ってるのは要はハーフトップを打ってるのよ。でハーフトップって芯食わせようと思ってハーフトップが出るとめちゃくちゃ距離が落ちるの。だけど今自分からハーフトップ打ってるのよ。これ飛ぶの。飛んでるよね。飛んでる。これハーフトップだけじゃなくて全てのショットそうなんだけど、自分からそういう球を打とうとした球と出ちゃった球で全然飛距離って違うの。だから100切りをしたいんだったら結局重要なのはダフリトップをなくすわけでしょ。それが一番前に行く確率が高くなるでしょ。したらハーフトップを練習した方が一番100切れる。だってインパクトゼロはあのクラブまっすぐにして、要はまっすぐ行かせるだけの理論でしょ。だからそれにハーフトップを加えてあげるだけよ。こうやって、これ何なん、あれで多分170近く行ってんだよね。うん、全部同じとこ行くでしょ。全部同じとこで当てようとしてて、全部同じスピードで打とうとしてるから全部同じとこ行くのよ。これはすぐ100切りしたい方はやった方がいい。本当にハーフトップ。それ打とうとしてそれ打てんだったら切れるよね。あ、そうだね。2本目の線で打とうとして打てんだったら100切れるじゃん。うん、切れる。ってことは意味ない動画ってことかな。そうだね。あ、そういう練習するのか。そうなの。で、なんでかっていうと、芯食わせようとするとスライスしたりフックしたりするの。あ、そうなの。そう、でもハーフトップしようとするとそれ度合い減るの。あ、そうなの。そうそう。なんで。丸々すると当たらなくなりますシリーズ見ていただけた方いるかな。いったら嬉しいんですけど、その時に肘間隔を狭くしないでくださいっていうのがあるんですけど、結局ハーフトップするってことはこうやって打ってるんですよ。だから結局曲がんないの。なるほど、うん、今更なんですけど、ワンナップゴルフの動画すべて一本一本点にしたらすべて線で結ぶんですよ。本当何この動画っていうのは一本もないんです。全部が共通してるので、構えてこのイメージで打つのよ。だから極端なスライス極端なフックがないの。だからね、すごいいいハーフトップの、これはアプローチでもそうよ。アプローチでもハーフトップを打つの。こうやってハーフトップじゃ飛んじゃうじゃんっていうコメントをなくすために、今トップして普通の距離を打った。だからトップして飛ぶってことはない。その理由が自分からトップを打ってるから。芯食わせようとしてトップするよ、飛んじゃう。そう、ハーフトップさせようと思って打つと全然距離飛ばない。コントロールできるの。そうそうそう、
あれを要は自分でやってるかどうかな。本当だ、距離が全然だけど、うん、普通に今シンク合わせようと思って、うん、ハーフトップ出ちゃったってなるとパッと見たら、うん、全然もう10ヤードから20ヤードぐらい、うん、違う。ハーフトップスコアライン2本目、今のは歯です、歯。今のはここで打ったのよ、うんうん、歯でね、うん、だけど俺はこのここで打ってるの、2本目。なるほど、ね、そう、芯で打とうとするっていうのはどこで打とうとする感じなの。芯で打つのはここで打つ、うん、打とうとする真ん中、そう、ここ。ああ、なるほどね。そうでもここで打ってるの今正解は、そうで、ミスがここ、はい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 、うん、歯で打ってる、はいはい、そう。じゃあ芯で食ったショットを打とうか。これが芯で当たってんの。ハーフトップで打つね。トップの要素が入るからちょっと低くなる。普通のアプローチ。うん、2球ともいいかな。だからアプローチでもそれをやらなきゃいけない。唯一ドライバーだけティーアップしてるからドライバーは普通でいいの。でむしろこれをアイアンからやっていくとドライバーが嘘みたいに当たるから。フェースコントロールだから。要はハーフトップを打とうとしてるのにこうは打たないから、うん、そう、芯のボールのところでハーフトップしようとすると不思議とこうやって戻るの。だからこうやってフェースがこうやって入ることはない。もう結局100切りの人はやっぱりやってもらいたいなあとは70切りもう、もうずっとやるってこと。そう、俺30年近くやってるから。やってんだ。そう、一番最初にそうハーフトップ打てって言われて、うん、多分20年ぐらい全く意味分かってなかった最初の20年は。そう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 でプロになるかならないかぐらいの時にそういう当て方をしてる人が随分プロって多いんだなと思ったのそれって、うん、要はターフを見たら分かんない、うん、分かんだ。そう、ターフが取れないから。プロなんかさほとんど芝から打つじゃない、うん、もうボッコンボッコンターフ取る人もいるよ、うん、だけど結構少ない。みんなボールの下ちょっとしかこれぐらいしか削れないぐらいのイメージで打ってる。だからずっと場所変わんないで打ってるプロがほとんどだから、あーずいぶんなんか薄く打ってんのに球は変わんないんだなとかそんな気持ちで見てた。そうなんだ。そうだ、こうブシューッとは打ってないんですねと思って。練習の時ね、うん、だからイメージ作りって大事なんだなと思って。だから練習で自らハーフトップを打つ距離を変えない練習、その代わりトップを打つっていうそういう練習ってめっちゃくちゃ大事なんだなと思って。それからやり始めた。もうガンガンやり始めた。意味が分かって。そうしたらすこぶる調子がいい開き知らず遅れ知らずで普通に止まるし普通に飛ぶし、縦距離のばらつきがまずなくなった。要は同じ角度で同じところに入れてるから、で芝を触ってないからロフトの立つ寝るがない。シャフトのしなり方も一定だから、自分が一定のスピードで動き続ける限りずっと距離変わんない。だからねそれはね、まあ間違いなく有利に働くなと思ってもう今でもやるから。どんぐらい割合でやるの。普通に打つことはあんまりしないの。正直言っていい、うん、本当9割はそうやって練習して、え、例えば、練習場なんかだと後ろに人が通ったりするじゃない。その時はあちょっとこれはいい音さしていい球を見せなきゃいけないのかなってなった時に普通に打つだけど通り過ぎた時にはまたそのハーフトップを練習する。そう、そうよ。ほとんどハーフトップ。いや全然ハーフトップよ。えそれでもさ誰も言ってなくない。そんなの俺基本的にあんまり頭は良くないから言ってんのかもしれない。そんなこと言うばかいねえだろみたいな。そういうこと分かんないけどね。でも、うん、
証拠が芝生それそうでしょっていう感じ。うん。でここもうボッコーンっつって芝生取る練習で取る人はあんまいないからねプロで。だからプロなんかでも練習場でアイアン全部ティーアップして練習する人がいるぐらいだから、低いティーアップで結局底辺を変えないでそのヒット率を良くして、だからそういう上下度もそうだよね、そういう練習をするぐらいだから結局そこのミート率でボールの赤道をスコアライン2本目でカンって打つ、そういう行動というか動きっていうのがめちゃくちゃ大事ってことよ。これノーマルね、普通に打つよ。これが芯。次スコアライン2本目ね、ハーフトップ、球の高さが違うでしょ、アプローチと逆なのよ。そう、距離はほんと変わんないし、ただ本当に芯食ってブシューっていうのは見た目も音もいいよ。だけどやっぱり再現性ってなってくるじゃん、コース行った時にやっぱりね、ハーフトップの打ち方っていうか、そういう風に自ら打ってた方がやっぱこう、さっきも言ったけど縦距離のばらつきだったりがやっぱ少ないよね、圧倒的に。本番は使うの？全然使うよ。あ、使うんだ。使う。ヘアウェイバンカーなんかもちろん座って打つし、もういざという時にいくらでも役に立つから、うん、どんな状況であれやっぱ使える場所って増えてくるし、前も動画で言ったけどやっぱコースって平らじゃないし、ライもねいいとこだけじゃないから、特に使えるとこなんてラフ、え、ラフっていう人今いたと思うんだけど、そう全然ラフなんか、だからラフをガバッて打っちゃったらそれこそ何にもなんないから、もうラフは今みたいにそーっとボールの芯だけパンって打ってればお行儀よく飛んでいくのよ。だけどラフだからって言っていいよーしってやる人いるのよ。あれは当たんなくなるから、やっぱり、まあ、冬のラフはね切れるから枯れてるからいいんだけど、やっぱ緑の芝生のラフってやっぱほとんど水分だから、水分に対して強く入れたら強いしっぺ返しが来るわけよ。でも優しく入れたら優しく入れてくれるから、そうやって打ってあげるとラフなんかも普通に打てる。茎ごとっていうイメージはなくした方がいい。百切りの方にちょっと向けてまあまあいいネタを取ってきたけど、これはでも本当やった方がいいかもしれない。すぐ練習行ってすぐやってもらいたいネタの一つ。でもなかなかできるようになるでしょ。でもインパクトゼロ理論っていう動画をワンナップが初めて流してからそれをやっていただけてる人はそろそろできるよ。できますよ、そろそろ。結局インパクトゼロってこう戻すことじゃない、それに対して結局ボールのところでちょっとこう引き上げるイメージでパーンって打ってあげるだけの感じだから、イメージが湧かない方は今平周吾のここを見てください。めっちゃイメージ湧くから。うん、彼は多分ボールの拾える感じのインパクトを多分ピカイチだと思うよ。すごいいい拾い方するもんね。こうブシュって拾う方のピカイチは間違いなく池田裕太。素敵。あの音とあのさばき方めっちゃ素敵だもんな。あれ素敵だな。怒られるね。これね、これめっちゃ素敵。しなるんだね。あ、もうすっごいゾクゾクする。めっちゃイメージ出るっていう感じ。大好きだから俺個人的にね。あ、そうなんだ。うん、あの打ち方。もうザ完成っていう。めっちゃ好き。ああいう風に打ちたいなってやっぱ思うよね。そうなんだね。ある。そうだから変な話、こうビターンビターンって全然羨ましいと思わない。あ、そうなんだ。全然思わない。苦労してんなと思うけどね。
うん、だけどもあの池田裕太君のショットなんか見るともうあの玉になりたいと思うもんめっちゃいいと思っちゃう。やっぱああいうのいいなと思うよね。今回はですね、その100切りをするやり方、最適なものを用意してきたんで、それをちょっと動画にしていきました。ぜひですね、練習場でできるできないはまだ100切れてない方でしたらもうしょうがないですので、それを継続してやることがめちゃくちゃ大事なので、できればこのスコアライン2本目ここでボールの芯をヒットすることをイメージして、それをこうやってみることは大事です。で、最初は無理にそこに当てようとしてこう左肘引いたりやってもいいんですよ。僕が言いたいのは、腕を伸ばそうとして引くことが良くないんですよ。肘を引こうとして引くんだったらそれこそめちゃくちゃいい動きなんで、それは全然悪くないんですよ。やろうとしてることと行動が一致してればいいっていうだけなんで、うん、その何々が良くないってわけじゃないので、それはちょっとやっていただきたいポイントですね。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。